やっほーい、山城です。今日もう牛の仕事全部終わって、今からマロンと散歩に行きます。山城は愛犬マロンを飼ってるんですけど、散歩を欠かしたことがないんですよ、うちにいるときは。今日も雨降ってるんですけど、マロンと散歩してきます。散歩コースに川の縁とか入ってて、多少怪しいところもあるので、そこはいつもより気をつけて散歩したいと思います。ちなみに上町の天気はこんな感じで、ちょっと強いぐらいの雨です。普段ここにこんな水たまることなんてないんですけど、もう今日でこれだけ降ったんですよね。マロン、危ないよ。たびたび動画に出てますが、ここ去年の台風19号で崩れた崖です。本当はここら辺にこう道路があったんですけど、ざっくり削りました。今はもう車じゃ通れないぐらいの幅です。
ちゃ雨強いってわけでもないんですけど、今日は一日ずーっと雨降ってましたね。午前中は動画の編集してましたけど、午後はゲームしてました。もうちょっと強くなった。ここら辺で折り返しぐらいですね。この北総地散歩コース、朝はこっち来たり来なかったりですけど、ここら辺まで来て、夕方自分がやるときは必ずここに散歩してます。畑の下なんですけど、これ全部ひまわり。本当はもっと早く巻く予定だったんですけど、やっぱこの巻く時期とかに田植えとかいろんなの被って全然できなくて、めちゃくちゃ成長遅いです。そして前畑へ。これバターナッツとポップコーンですね。もうそれだけでいいやと思って、他は全然。バターナッツは結構なり始めて、あと2週間3週間もしたら食べれるんじゃないでしょうか。あとはポップコーン。現時点で1メーターぐらいにはなってる気がします。あとあっち、さつまいもとじゃがいもです。はい、じゃあ戻ります。
今日はこんな感じで毎日の日課のマロンの散歩を撮影しました。今年はなんか梅雨長い気がしますね。なんかテレビでそういうのやってるからかもしれないですけど、いつもの倍ぐらいはもう体感してる気がします。山城自身は割と雨の日散歩は好きですね。濡れるのが嫌なのか、カッパ着て歩く分にはなんかちょっと好きです。皆さんもぜひカッパ着て雨の日に散歩してみてください。まあ何って感じなんですけど、割と山城は好きです。以上、山城でした。もいもい。